お願いします。分かったよ。怪しいな。
キンキンなのだ。俺は天才アスリート。何なんだよ。キンキンなのだ。さすがです。八神さん素敵です。いらっしゃいませ。え？はい。え？お願いします。ああ。さ、行くか。ありがとうございました。
八神さん。八神です。すいません。ええ。はい。
ああ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おお。ええ。え？はあ。八神さん！すいません。え？すいません。八神さん。ん？え？はい。え？え？ああ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。メッセージ来てるのに落としてた。八神さん。ん？すみませんでした。ああ、いらっしゃいませ。ねええ、
あの、はい。八神さん。赤鼻って人、俺らの中会ったことはある。どこにいるか知らない。なんか一杯飲んだら、いや本当に、しばらく寝とけっての。
人を探してる赤鼻。やっぱそう思います？俺はし、そうです。時間食っちゃったよ。なんだい？赤鼻って人。よーしよ。あ、そうですか。人を探しても赤鼻。そうですけど仲間に。本当ですか？ああ、まあちょっと時間は。構いません、お願いします。いいよ、その代わりと言っちゃう。兄ちゃん、ちょっとこのプレイパス。これは最近カムロ町振興会が新しく始め VR 体感型アトラクションっていうのか、実際に自分で動きで、そのプレイパスがあると激。へえ、そん。見事クリアすると、ほらこの通り足が悪くて、ね、動き回るとか。仲間たちも挑戦してるみてえだが、兄ちゃんなら若いし期待できそうだからさ。面白そうだね。おお、それじゃあその間に。だねえな。
時間食っちゃったよ。八神さん。ああ、嬉しいな。
ら。いらっしゃいませ。ありがとうございました。通らせてもらう。横に移動します。どこを狙うかがポイントです。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？うまく狙えましたか？自動で動きます。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。移動します。うまく狙えましたか？
自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙い、うまく狙えましたか。自動で動きます。また遊んでくださいね。やった、ヤガミさん。
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ああ。八神さん。おう。ございました。ゲームスタートだ。うわ！よっと。ここだ。
今だ。よし。ここだ。こっちだ。マジかよ。今だ。ついてるな。よし。もう少しだ。よし。もう少しだ。今だ。わっ。枯れ道か。これで上がりだ。よっしゃ。ったく、時間食っちゃったよ。いや、今外出てるんですよ。あの人。
加減にしろよ。おお、兄ちゃん、どうだった？バッチリ。おお、こりゃすごい。ところでよ、兄ちゃんが探してた赤、残念ながら赤花の居所はわからん。そう言ってる人がいてね。ああ、ちょうどいい。なあ、誰かホームレスを探し、もう見つかった？いや、まだだけど。なら、カムロ町の児童公園、この辺のホームレスならみんな集まる。そっか、ありがとう。いいんだよ、別に。これから児童公園の炊き出しに。お前、本人はいなくても綾部の話じゃ赤花見たら東が金を。そうか。時間食っちゃったよ。悪かったね。炊き出しここじゃやってなかったよ。勘違いしてた。俺に何か用か？ああ、
赤鼻に頼まれてな。思ったよりみんな年食ってんな。なんで俺を襲った？あんたが何者か知りたかったんだよ。なんで今になって赤鼻を調べ回ってるのかって。あんたら赤鼻を知ってるんだな。あいつは生きてんのか？いや、死んだよ、とっくの昔だ。なんで死んだ？1年くらい前、赤鼻が下水に沈んでたのを見た奴がいる。銃で撃たれた跡があったって。銃？その死体、警察には？いや、届けてないんだな。俺らは警察が好きじゃないし、向こうもドブで死んだホームレスの事件なんて面倒なだけだ。死体だってもうどっかに流されちまったよ。それでも俺らは赤鼻に何があったか突き止めてやりたかった。せめてもの供養にな。そっか。誰が何であいつをやったかは今もわからねえ。ただその頃、東条会のヤクザが一人あいつを探し回ってた。東か。そのヤクザが赤鼻を殺したのか？わからねえ。俺らがヤクザ相手に嗅ぎ回れるわけねえだろう。だからあんたからなら何か聞けるかと思ってよ。それでさっきは。あいにくだったな。そいつは下手なヤクザよりタチが悪いんだ。ガキん頃から喧嘩の場数だけは踏んでてよ。それもカムロ潮流でだ。遅かったな、カイトさん。1年前に赤鼻を探し回ってたってヤクザ、こいつか？ああ、こいつだ、間違いないよ。1年前、東は強盗犯だった赤鼻から1億を回収して組に戻している。その頃下水道には赤鼻の射殺隊が上がっていた。となると犯人は誰だと思う？俺にはどうしてもあの東が人を殺せたとは思えねえ。銃だって下っ端のあいつがどっから調達した？銃くらいどうにでもなる。ここはカムロ町なんだぞ。東に話を聞きに行く。あんたも行くだろ、カイトさん。あんたは東に何があったか知りたかったんだよな。ああ、分かってる。東はシャルルにいるはずだ。
限しねえか。いい加減にしろよ。行くぞ。八神が、カイトも一緒です。どういうつもりですか、カイトさん。抜き打ちで押しかけてきたのは、そっちが先だろ。何の用だっつってんだよ。東、お前、赤花を殺したか。あ？1年前松金組に押し入った拳銃強盗だよ。そいつから1億回収したのはお前だったよな。でもちょうどその頃、赤花の死体を見たって人間がいる。撃ち殺されて下水に沈んでた。東さん、黙れよ、人聞きの悪い。本当にお前が赤花を殺したのか。どうなんだ東。あん時俺は兄貴を助けたかったんですよ。金さえ取り返せば波紋も取り消せるって。そのためなら何だってやる覚悟でした。なのに今は海藤の兄貴に銃向けんのか。うるせえ。俺とターボを殺す覚悟ができたってことか。あんたの銃、俺ら全員の口塞ぐには弾が足りんな。何？何やってんだ。行けよお前ら。じいさんたち外出てろ。苦しい。やっと俺の出番だな、タボ。ああ、給料分は頼むよ。おっしゃ。
俺はやってねえんだ。ん？赤花を殺したのは俺じゃねえ。じゃあ誰がやった？赤花が松金組の金を奪った時、組の中に誰か手引きした内通者がいたはずだ。そいつは赤花にいろんな情報を与えてた。事務所が手薄な時間帯、金庫のある場所はもちろん、その中に確実に金がある日時、でなきゃヤクザの金を奪うなんてまず不可能だ。その内通者が赤穴を殺したんじゃないのか？真相の口封じをするために。そうかもな。誰なんだそいつは？そこまでしてなんで組の金を？金は二の次だったんです。あ？海藤の兄貴を潰すことが内通者の本当の狙いでした。だからわざわざ兄貴が当番の日に金庫を。俺を潰すため？じゃあまさかその内通者ってのは羽村の頭か？頭にとって兄貴は組の中でただ一人の脅威だった。兄貴さえいなくなりゃ松金組を完全に掌握できる。あの人はそう踏んだ。確かにな、実際今そうなってる。頭に逆らえるもんはもうただの一人もいねえ。あの人にはそれだけの稼ぎがあって力がある。頭あっての松金組だ。赤花が死んだ時何があった？お前は全部知ってるんだろ、東。1億が奪われて兄貴が破門になった次の日だ。俺は札から情報を買って、その夜にはもう赤花の名前と顔を手に入れてた。そいつで街中聞き込んで行き着いたのはカムロ町の下水道だった。ただそこにいたのは赤花だけじゃなかった。羽村の頭もそこに？ああ、頭は赤花から9000万を回収して高飛びさせようとしてたんだ。つまり赤花の報酬は1000万。それで円満におさらばのはずだった。誰だ？出てこい！羽村の頭？頭ですか？俺です、東です。東？なんでてめえがここにいる？一人か？あの そこのホームレス、赤花って言って、そいつが事務所の1億を。恨むならあのバカを恨めよ。え？なんだ？頭、そいつはまずいんじゃ。お前、なんで奴が犯人だと分かった？それは。俺は全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと、綾部から札の情報を買って赤穴にたどり着いたこと、言葉が途切れたらそこで撃たれるって
そう思って必死に喋りまくった。なるほど。で、怪盗の汚名を晴らしてやる気だったか。あの野郎もいい射程持ったな。殺さないで、お願いします、勘弁してください。頭、本当にやるんで。そうだな、死にたくなきゃ俺に忠誠を誓え。そいつを形にしてみせろ。でもどうすれば。こうすんだよ。お前がここに来なけりゃこいつは死なずに済んだ。それどころか1000万手にしてたんだよ。かわいそうにな。お前がこいつを殺したんだ。お前、女みてえな声出すんだな。興奮するじゃねえか。それはお前がやったわけじゃない。ああ、だが俺はその前には街中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでた。そして奴を撃った銃には俺の指紋、旗から見りゃ言い訳できねえ状況が揃ってる。俺の顔悪くなったってって言ってたよな。実際俺もそう思ってた。なあ、今の話をおやすさんに言ったら頭を押さえられたりは。無駄だ、親父にはもう頭を止める力はねえ。事情を伝えたとこであの人を困らせるだけだ。東もそれが分かってたからずっと一人で飲み込んでた。そっか、そういうことなんだな。俺先に帰るよ、海藤さん。ん？積もる話があんだろ、あんたらには。邪魔しちゃ悪いもんな。やっぱり俺はあの八神が嫌いです。あ？奴は俺よりずっと前から兄貴とつるんでた。極道でもねえのに親父からも一目置かれて、まあ面白くねえ野郎でしたよ。東、お前ターボーの父親の話知ってるか？さあね、何かあるんですか？あいつがガキの頃は武道の手ほどきなんかもしてくれたらしい。いい親だったんだろうな。そして弁護士でもあった。へえ。で、ターボーが15になった頃だ。親父さんはある殺しを弁護して執行猶予付きの実質無罪を勝ち取った。だがな、それを被害者遺族の一人が恨みに思ったんだよ。ターボーの両親は包丁でめった刺しにされたらしい。その頃ターボーは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ。襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた。もしあいつがうちにいたら、
その暴漢を取り押さえられてたかもな。誰も死なずに済んだかもしれない。八神の親殺した犯人はどうなったんです？現場の奥で首吊ってたってよ。一つも救いのねえ事件だった。いっぺんに親を亡くした後、ターボーは親類の手も振り払ってカムロ町に出てきた。年をごまかしてテンダーで働いてたんだ。なるほど。じゃあその頃ですが、野郎と兄貴が会ったのは。ああ、あいつは最初俺が店で偉そうにしてたのが気に食わなかったんだと。当時は俺だってまだ駆け出しだ。それでもヤクザ相手に15かそこらのガキが喧嘩ふっかけてきやがってよ。生地腕に覚えがあったんでしょうね。その花へし折ってやったぜ。ただあいつはそれ以来何度やられようが負けを認めようとしなかった。てめえの痛みを一言みてえに冷めた目で見てたっつうか。でもある日それをどういうわけか松金の親父が気に入った。するとターボもだんだん親父の言うことだけは聞くようになってった。もともとあいつはヤクザにしかなれねえ俺らとは出来が違ったんだ。親父もそこを見込んで谷町を買って出たんじゃねえか。ターボーもそれに応えて司法試験まで通っちまった。そこがまた気に食わなかったんですよ俺らは。でもあいつは取り返しのつかないしくじりをした。もう終わった人間じゃないですか八神は。なのに兄貴も親父もなんであんな奴と。それ言ったら破門にされた元極道も似たようなもんだぜ。カムロ町じゃ珍しくもね。ここはその手の人間が最後に行き着く町でもある。あいつも俺もこのだから羽村の頭といくら勝ち合おうが、俺らは俺らの流儀で行くだけだ。兄貴、今の俺には頭の命令が絶対です。でももし兄貴たちを殺せとでも言われたら精一杯あがいてみせます。その気持ちだけで十分だ。